I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one.公演行ってます。航空公演でね、ルミパーク公演開催中ということで、なんだ、公演を、まあ、有効活用しようみたいな動きがあって、はい、の、活動の今日ご存知の、うん、ルミパーク、これちょっと行ってみたいと思いますんで、はい、行ってみましょう。ステージなんだよね、屋外ステージ。なかなかの広さのステージ。なかなかの広さのステージ。なんか、航空公園のここのステージ、さっき聞いたら、アルフィーがやったって。うん、アルフィーもライブをしたことのある。なんか、有名なアーティストも来たステージで、やっている。まあ、これちょっと中見てみます。そうなんですね。もうセッティング完璧に。セッティング完璧に。朝から実はスタッフみんなで、僕らも混ざってセッティングさせていただきました。はい、これはユニバーサルスポーツ。まずは、ポッチャンです。エリアですよね。どちらかというと、縦サイズが一応あるんですね。そうですね。これね、結構ね、細かいけど、何回もやれるように、テープもこれ再利用。これ自体毎週。何をやるか先に説明するね。毎月かな。毎月第何日曜日。モルンズ。やってますね。今日は天気良くていいですね。2名あって、動くと暑くなるぐらい。そう、まあ、僕らもやったからね。暑いんだよね。これはルールもね、ちょっとまた後でプレイできればと思います。そうですね。こんな感じ。ちょっと重めのね、お手玉みたいな。白いやつを、白いやつを的にして、これを的にしてね、投げます。これがね、面白かった。これは今、白熱してますからね。うん、これは、じゃあ何ですか？もう名付けるならチャンバラサッカー。さっき名前変わったんで。名前変わったんで。はい。お客さんと話して、これはまさにチャンバラだと。チャンバラサッカー。チャンバラサッカーです。これ座ったままで、よいしょ。こんなね、柔らかいボールを置いて、こんな感じです。さすがです。これは白熱しますね。これ僕こっちで、で、のぞみちゃんそっちで。こういう感じでね、遊ぶのよ。これかなり外してますね。ガチだよね。勝負はガチなんで、はい、いやこれマジで本当に楽しい。これ楽しいですよ。これ本当6人ぐらいでやったら結構ぐちゃぐちゃになって面白い、ね、面白いんですよ。そしてそしてそして次行ってみよう。もう一つおうこちらに。これは卓球かなと思いきや、これは何ですか。卓球バレー。卓球バレー。この板を使って、これはね、これがね、聞いたことがあるルール。ここにあります。あ、ここだ、ここだ。で、ボールはもっと高いんですよ。ビニールが。これですね。うん、これです。中に入ってる。これね、音が鳴るんですよ。ピンポン玉だけど、中に鈴みたいなものが入ってて、で、目の見えない人でも、ボールの位置が分かるようになってます。で、これをどうするかっていうと、じゃあ僕そっち行こうかな。はい。これを、また勝ちですか？また勝ちですか？ちなみにこれ初めてですよ。あ、マジですか？はい。やってみましょう。じゃあ座りましょう。座りましょう。座ってやるんですよ。皆さん座ってね。座ってね。これね、下通すのよ。下通して。ここでないんですね。そうそうそう。本当はね、いっぱい人がいて、詰まっちゃうけど。詰まっちゃうけど。これ、ちょっと低いよね。本当はね、これね、もうちょっと張って、もうちょっ
もうちょっと下に、ね、直す。直すといいです。これぐらい貼れば。そうそうそう。多分貼れば多分、ね、そう貼ればね、下通ればね。じゃあもう一回取ってやってみましょう。はい、はい、狙うな狙うな、行くぞ。みたいな本当はもっと優しいんだけどね、もっと優しいんだけどね、僕らガチだからね、ガチ感が出ちゃうからね、やっちゃうけどね。あ、やっぱ音がするから。そうそう。ちょっとゆっくりめにやってください。チャンバラじゃないからね。そうそう。音がするから、いろんなところに、どこにボールがあるかわかる。ですよ。だけど、意外と白熱してくると、そうそう。これは、こうやって打ち合う。こうなるわけですよ。爽快だな。音がね気持ちがいいです、ね、気持ちがいいです。これが、テーブルバレー、卓球バレー。これがいつものです。いつものやつがモルク、はい、もう説明不要、この番組では説明不要ですけれども、のぞみさんが今から、ブレイクショットをやってくれます、はい、ではこの木の棒を持ってあの木の棒に当てていきたいと思います、はい、おなじみです。おおいい感じで、これで、1本残ったんで、11点、はい、11点ですね。たくさん倒れた時は倒れた本数が点数になりますね。じゃあ倒し直して、じゃあ僕が、はい、では交代で1回だけやります。1本お願いします。1本倒すと説明しやすいですね。はい、8かな、8かな、はい、お願いします。8か、でお願いします。8か、いきなり勝ちか。はい、ダメです、はい、本当は、ちょっと想定してね、倒れました、はい、倒れました、はい、このように1本だけ倒れた場合は倒れた番号、こちら8なので、ハッコさんは今8点が取れるはずだったと、はい、いうことでございます。これで最終的に、50点選手した人がぴったりじゃなきゃダメ、2人がね、超えてしまうと25からまたやります、はい、はい、というような感じでですね、はい、この、場所だけでも 1,2,3,4 4本、はい、コースが楽しめる公園で、はい、気軽にコースを使って見たことある劇のおじさんが、そうですね、ちょっと以前スタジオでだいぶオーバレしてされたおじさんになりますね。うわぁ、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 言ってますよ、うわぁ、言ってますよ、ちょっとよろしいですか、話。もうね、お茶の番と書いて、うん、茶番。じゃあもう真ん中とこ、真ん中とこ。どうも、ね。今日茶番的な感じでもう入りますよっていう、その下りをいただいてたんで、そうです、じゃあまあどうも、ご紹介します、このですね、ユニスポ、ユニパーク、ユニパーク航空公園、航空公園ユニパークのですね、もう
大事。いえいえ、主催は航空公園さん、うん、で私たちは、企画、はい、運営という形の協力ですね、うん、はい、鮎川さんでございます。どうも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 近い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 、あ、ちょっと遠近法使わないとほらちょっと顔を見る、あ、でも大丈夫か、声大きいから離れた方がいい、あ、そうかそうか、ちょっとなんか寂しくない？ちょっと横にさして、ちょっともうね、この辺うろうろしながらね、そう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 、ちょっとこの公園の、ね、あの魅力をですね、いいですね、ぜひぜひぜひ、もう公園の管理者でもないのにね、もうね、もうテキパキと朝から鍵を開けてあっちつけてこっちつけてやって、そうそう、大変なんですよ、もう一人一人でガチャガチャやらないと、チャリンコできますよね、チャリンできます、僕この、ま、裏に住んでますから、あ、そうだからもう、近いんですね、プライベート。プライベートパーク、ね、庭みたいなもんね、もう 庭にしちゃでかいけどね、でかいけど、あのこれ10、あの50ヘクタールといって、うん、東京ドーム10個分ですから、そんなに広いんですね、すごいですね、そうなんですよ、いいですね、贅沢ですね、贅沢、プライベートねパークにしては贅沢ということで、うん、はい、しかもね立派なこんな公開、これ見てください、うん、このね、この屋根があって、うん、まあ、緑がねいっぱいあっていいですね、今日は気持ちいい、今日本当天気もいいし、団体施設も良くなって最高です、最高ですね、まあ今日ね、もうこれ雨でも、うん、もうこの屋根がついてるんで、うんうん、雨でもモルックもね、いろんなスポーツがこうで、ユニスポができるっていうね、うん、そうそうそう、でね、もともとこれコンサートやるとこなんだけど、うん、そこでこうね、スポーツやろうっていう、いいですね、その発想がちょっと面白い、いや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 、だから私、いやでもね、もともとはね、ほらコロナで、うん、僕らほらコミュニティ活動が場所なくなっちゃったのよ、うん、はい、あの自治体のほら屋内体育館とか制限かかっちゃったでしょ、はいはいはい、うん、でなんか何人とかなっちゃって、うん、いや、おー、コミュニティ活動ができなくなっちゃった、うん、で場所どっかないかなと思ったら、あれ屋根ある、こんないいとこあるじゃない、ね、3密ない、本当に近いからじゃ今少し離れた方がいいかな、そうそうね、フレームからね、今ねカメラさんがカメラ大変よ、大変なこと、あちこちあちこちみんなで回りましょうか、そうそう、3密もない、そうで、これね、また平日がなんと1時間510円なんですよ、え、そうなんですか、むしろ510円、ここですか、ここですよ、歌っちゃえばここで、どうして一曲、のぞみちゃんライブ、のぞみライブ、のぞみライブ500円からいいかな、そう、のぞみライブも全然 OK、 そうなんですね、そう、あの入場料100円で5人入れば元取れますから、うん、本当だ、うん、まあ、ここで5人寂しいけどねこの広いところでね、そうそう、行く行く、家族連れて、あ、じゃあ3人ぐらい行けるか、3人ぐらい行けるか、じゃあいいかな、そう、まあだからそうやってコンサート場なんだけどね、うん、ちょっといろいろこうなんか最近騒音とかのね、なんか住民のやっぱりほらクレームが、うん、ほら今ほら公園が近所のほらクレームでなくなっちゃう時代ですから、ね、ちょっと寂しいです、遊具とかもないしね、そう、そうなんです、うん、私たちはコミュニティの場所を探してた、うんうん、で航空公園さんは何か新しい活用の仕方がないか、うん、お互いのこうね、お互いのこう理念と理念がこうね、マッチして合致してで、こういうことが生まれたという、うん、さっきねこう見て回って、あの2人で見て回ったんですけど、本当にね、あの、うん、楽しいですよね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。一つ一つがね。ありがとうございます。で、公園とマッチしてますね。マッチしてるよね。うん、で今回これユニパークだから、うん、まあ、ユニバーサルパークの略でユニパークなんだけど、うん、まあ、本当にこれがだからあのいろんなね、公園に広がっていけば、うん、あのもうお子さんから高齢者とか、うん、まあ、今日も車椅子の方が来てますけど、ね、そうですね。ね、うん、さっきも車椅子の方と、うん、そうそうそう、お子様と小学生の子と、そうなんですよ、おじさんと、おじさんとみんなでね。ね、みんなでできるしね、お姉さんと本当にそう、本当にみんな別々でこうね、なんかこう やるのが多いじゃないですか、うん、だからそういうのがこう公園で、ね、公園でやるっていうのが楽しい、気持ちいいですよね、外でできるのがね、そう、そう、見てく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 、じゃあこうグッと、はい、ここをね、モルック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 会場ですね、モルック会場が今ちょうどね、さっき白熱した戦いを確認してましたね、これでも人工芝引いちゃえばこういうアスファルトのところでも簡単にできるっていうことですね、はい、これでいい、keep you in my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back、はい、こうやって公園をいっぱい活用するっていう、
ね、うん、そういいアイデアですよね、うん、あそうでやっぱりこうねコロナでね、うん、やっぱりこう公園がやっぱどんどんまたこう着目されて、うん、やっぱ外じゃないですか、うんうんで普段私実は高齢者のね、うん、介護の仕事を、ね、してるんですけど、うん、やっぱり今ってもうほら一年中エアコンで温度管理できちゃうから、うん、でほら生協とか、うん、車でご飯とかも届けてくれるんで、はいはいはい、下手したら家の中で一年中出ないんですよね。ね本当に出なくなる。そうだってもう私たちでさ出なくなるのにそうますます出なくなっちゃう。そうで若い世代はもうワンクリックで何でも届くんで、うん、ゲームでねオンラインで何でも楽しめるしってなっちゃうとう出る機会がなくなってて運動もしないし。だからこういうきっかけがあるといいし、うんまあ、この所沢航空公園なんていっぱいいろんな施設あります。そうですね。今もほら音楽奏でてる方がね朝からいらっしゃって三味線弾いてる人なんかもいますしね。で野球場もあります、ね、野球場もあるし、うんであと奥の方にはテニスコートも、あ、テニスコートもあるんで、うんうん、これ全部だともう50ヘクタール、いいですよね、もう東京ドーム10個分、うんうん、で実はもっと奥の方行くと大きな池があったりとかするんですよ。だからなかなかこう全体感掴むって難しいかもしれないんですけど、うん、で一番こうミソは駅前なんですよこの公園。あの航空公園、航空公園、線の航空公園、ね。そうあのね駅前からもう出たらすぐ公園つながってるっていうのは。うんまあ、おそらく埼玉県の中ではなかなかない。やっぱ公園って車で行ったりとかじゃないですか。そうですね、アクセスがめちゃめちゃいい。そう、うん、僕の友達でこう視覚障害の方なんかいるんですけど、もうアクセスがすごくいいんで、うん、やっぱり公園すごく来やすい。なるほど、ね、季節も感じやすいんです。ここね、僕秋に来たことあるんですけど、イチョウ並木がね、すごい綺麗なんですよね、うん、そう、イチョウも綺麗で、特にこのね、新緑、新緑もう今一番いいね。今日は特に最高の天気です、うん、そうだから本当にここに来るだけで、うん、もう気持ちいいじゃないですか。気持ちいいです。で今日ここね風がこうねそよそよとか吹いて、うん、でこの中でさらにこう体を動かすコンテンツがあるという形で、うん、で元々だからこのコンサート場なんだけれども、うん、このコンサート場っていう使われ方以外に何かないかなって、うんはいはい、ところがまあ航空公園さんもあって、うん、で私たちはなんかこういう活動場所を探してたら、うんまあ、屋根がついてるし、うんステージの上を見方によっちゃちょっとした体育館なんですよね、うん、そうですねオープンだった、うん、半分オープンな体育館ですね。なの で、今度10月はですね、はいユニパークフェスタっていうのを企画してて、それはユニパーク航空公園はここだけなんですけど、うん、このユニパークフェスタはここ全部、うん、ね、うん、全部、真ん中の芝生エリアでモルクやりながらね、うん、マルシェをやったりとか。すごいですね。あの、はい、真ん中のエリアっていうのが実はここにあってですね、うん真ん中はあの航空記念館っていう博物館があって、うん、その周りがすごい大きい芝生になってそうなんですよ、うんでそこでマルシェをね、スージーさんとか、はい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 、食べ物がたくさんやってきて、スポーツもできて、スポーツもできて、うん、でここの会場は実はその時はオペラをやる今、すごいオペラ出なきゃ、ちょっと声今から。ちょっと今からかちょっと間に合うかな。いやオペラといっても、うん、ほらもう劇から。あるガチのオペラっていうよりかは、うんまあ、オペラ歌手の方のコンサートっていう形で、うんまあ、生声 で、うん、で結局 ねここほらちょっと騒音とかがあって地域住民からクレームが増えたっていうこともあったので、うんはいはいはい、なんかこうクレームにならなくてコンサートできることないかなっていうのが、うん、まあこうちょっとオペラだったらいいんじゃないのっていう、うん、公演でやるっていうのがねいいです。あの本当に来た人も、うん、これを目的に来た人も楽しめるし、うん、例えばフラット航空公園に来ちゃった人、うんね、いますよね、多分ね、います違う用事で来ちゃったけどさ、なんかやってるぜみたいな、うんうんうん、そういうのも、そういう方もこう取り込んで、いいですよね、いいですよね、いいですよね、うん、だこの間ちょうど、ね、オペラのリハーサルやったんですよ、はいはいはい、そしたらこのなんていうの、この風の音と、うん、鳥のさえずりとオペラのこのね方の歌手の声援がオーバーラップしてすごい気持ちよくて、うん、歩いてた人が全然口もしてないのに、うん、リハーサルなのに歩いてきたりとか、うん、声につられて、皆さんもう秋10月ですよね、10月1日の日曜日、うん、ちょっとこうね準備しといてよろしくお願いします、ね、予定を開けていて、フラッと来るだけで、はい、いろんな楽しみがここに詰まってます、うん、ですね、うん、はい。ぜひよろしくお願いします、はいはい、こんな感じでこんな感じでまた、ねはい、また、はい、
出没していろんなお話を聞かせていただくことが、はい、もうその辺でぜひ出没していただいて、はい、そうですよ、お手伝いもしますし、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあ皆さんまたねー、さようなら。